それでは早速始めさせていただきます。まずあの、弊社のご紹介からさせていただきます。弊社ですね、えび、ー、す、えびすにあの、オフィスがございまして、えー、設立が2010年でございます。資本金が9900万円、従業員20名で、えー、やっております。私の自己紹介なんですけれども、斎、えー、藤隆弘、茨城県の牛久市、 というところの出身ですね。あの、大きな大仏があるところです。今は、あの、千葉県の松戸に住んでおります。で、1981年、生まれの37歳ですね。で、妻と娘一人、2歳の娘がおります。で、経歴としましては、もと、もとの投資マンションのデベロッパーに勤めています。7年間ですね。この会社は、いわゆる新築のマンションを建てて、ま、例えサラリーマンの方であったりですとか、 公務員さんの方なんかに、あの、私はその当時は販売をしておりました。まあ、その会社の、まあ、新築の投資物件しか販売ができなかったんですけど、まあ、私の中で個人的には、まあ、中古も扱ってみたりですとか、一等もの扱ってみたりですとか、まあ、幅広く、こう、不動産をお客様にご案内したいなというところもあって、えー、転職を考えていたときに、代表が志村というんですけれども、その代表も、もともと私の前職と同じ会社に勤めていた先輩だったんですけど、 今年はもう同い年の社長でございまして、起業する際に声かけてもらってですね、最初は本当にあの3人で始めた会社でございます。今東京未来図に入って8年になりますので、まあ、この業界自体は15年ほど在籍しております。資格は宅地建物取引士と住宅のアドバイザーを持っております。弊社東京未来図の特徴をご案内いたします。まずですね、まあこれ非常にちょっと変わった会社なんですが、まあドクターに特化した 不動産コンンサルティングの会社でございますで。全国の医師、歯科医師の方を対象として、投資用の区分のマンションの販売と、その物件を、その後の賃貸の管理の業務ですね。そういうことをしております。メインの事業ですね。このドクターに特化をして、投資用マンションを扱っている会社っていうのは、全国的にほとんどないんですね。多分あの先生方にはもう、 ちょっとこう嫌になるぐらい投資物件の営業って来ていらっしゃるかと思うんですけれども、あのほとんどの会社が、あの、ドクターの方に、まあ、一営業部の一営業マンがご連絡してるってことはあってもですね、会社を挙げて、もうドクター専門に、まあ、特化して投資区分マンション販売してる会社っていうのはほとんどないんですね。でまあ、非常に珍しい会社かとは思います。 あとは、弊社ですね。まあ、物件紹介するだけではなくてですね、ドクターの皆さんのお困りごとの各種サポート。こちらも、後ほどご案内もいたしますが、不動産、ただ、あの、